ああ、次は森本かな。うん、森本だな。お願いします。ああ、森本。お願いします。まあ、あれか、理系か住みたいな道な。ああ、違います、違います。あ、文系だったっけ。ああ、違います。パチ系です。あ、お前、パチ系か。あ、パチ系です。あ、パチ系だったか。はい。そうだ、そうだ。あれ、なんか目標とかあんのか、お前。あります。じゃあ、梁山泊みたいな、でかいグループを作りたいと思います。軍団ですね。ああ、なるほどな。まあ、確かにその、でかい目標をな、持つことはすごい大事だと思うんだけど。はい。お前、森本のちょっと成績見てみると、やっぱビタ押しの成功率 70% 切っちゃってるよな、まず。はい。この、やっぱビタ押しの成功率もうちょっと上げたいし、はい。やっぱ授業のね、成績見ても、目押し A、B お前取ってるだろ？はい。目押し A の成績なんかお前5段階中2だから。目押し B は4取れてるけどな。あと、ま、右打ち1、2もどっちも2だよ、成績。ちょっと今のこの成績じゃ、厳しいんだよな。まあな、この学校の先生の俺がな、ちょっと言うのもなんなんだけど、やっぱ学校の授業だけじゃちょっと足りない部分もあるんだよ、今。はい。だから今、タダパチハイスクールっていうな、パチンコ系の専門の予備校とかあるだろ。はい。そことか行ってんのか？いや、行ってないっす。行ってないだろ？お前、全国のな、パチ系に進みたい、お前、ライバルがいるわけだよ。そのライバルはな、朝から晩まで必死でパチンコ打ってんだよ。死ぬ気で。進みたいからパチ系に。お前やってないだろ、それ。はい。もうその時点でライバルに置いてかれてるわけだよ。そうですね。な、はい、そういう意識を持てちゃんと。わかりました。ああ。まあ、あと、まあ、あれかやっぱりパチ系に進みたいんだったらな。二つの選択肢があるんだよ、今。二つ。はい。ああ、まあ、一つは、さっき言ってたみたいに軍団に入って、まあ、軍団っていう会社に入って頑張っていくのか。それからパチーランスって言ってな、個人でパチーランスでやっていくのか。この二つがあるわけだよ。で、お前は軍団に入りたいんだろ？そうですね。はい。ああ、まあだったらまあ今、先生進めるのであれば、まあパチンコ、パチスロ系のその業界に進みたいやつ専門の G&E ビジネススクールっていうのがあるんだよ。はい。G&E ビジネススクール。ビジネススクール？知らないのか？パチンコ、パチスロ系の業界に進みたい人専門のその専門学校だよな。え、パチンコの専門学校があるんですか？うん、そう、あんだよ、今。えぇ、まあ、だからそっちに進んで、もう一回、その学び直すっていうのもありだと思うぞ、先生。えぇ、うん。あ、じゃあ僕ちょっとそこの説明会みたいなのちょっと探してきます。あー、まだいいじゃねえか。うん、すごい、ありがとうございます。うん、あー、わかったわかった。うん、頑張れ。うん。いい時代になったな。